皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう娘から話を聞いておりませんのでどのように今なっているのか考えているのかということは分かりません6月21日長女眞子さま27。 小室圭さん27の結婚について記者から質問された、秋篠宮さま53は、こう述べられた。小室さんの母と元婚約者の男性との間に生じた。いずれ女性宮家が創設されると思っている。その時には、小室さんは女性宮家に入ればよい。皇族女性と交際して結婚しようという勇気のある。なかなか会いませんよ。ごもっともな正論。 小室さんの応援している人も多いですよ。週刊フラッシュ2019年7月約400万円の金銭トラブルが報じられ、二人の婚約が延期されてから早い1年半、関連記事、宮迫博行、ノーギャラの嘘、俺が300万円振り込んだ、未だに結婚に向けた動きはない。今回の秋篠宮様のご発言は、事態が膠着していることをし、小室さんへ、 逆風メッセージとも言える。これまで世間の反応はほとんどが小室さん母子に対してネガティブなものだった。2019年1月には小室さんが金銭トラブルは解決済みと理解していたとの文章を公表したがバッシングの嵐はやむどころかさらに強まっている。だがそんな風潮にことを唱える論客がいる。皇室に関する著作を 数多く上司している漫画家の小林義則氏65はかねてより400万円が問題ならわしが肩代わりしてもいい二人を結婚させてほしいと声を上げてきた結婚を破談にすることは誰にもできないお二人の気持ちが変わらんま子様が結婚なさりたいならわしは応援するだからもう小室さんはまっしぐらにストイックに勉強するのみです 弁護士になってゴールインすればいい。若い人の多くは結婚は個人の問題と考えてるから批判的ではないよ。今バッシングをやってる奴らだっていざ結婚となれば祝福する。わし